未来に自分がどこへ連れて行かれるのだろう自分はどうなるのだろうなどとは考えなくていいやるはめになったことをただ淡々とやるそして大事なこと人ものというのは昨日存在したわけではなく明日存在するわけでもなく今目の前に存在するそのことが 自分の人生の中で最も大事なことなのです。だから大事な人はいない。すべての人が大事だとわかってくるわけです。未来的なことを何をどうすると考えて一生懸命やりなさいというのは西洋文明の考え方です。 それがいけないとは言わないけれど、それだけを信じてやってきている人は、自分の思い通りにならないときには、人の5倍、10倍働かなければいけない。必死にならなければいけない、というふうに教えられてきたので、必死になる。しかし、必死になると必ず死んでしまいます。必死って、 必ず死ぬと書くのですからね。だから上司からなんで必死にやらないんだと言われたら、だって必死になったら死んじゃうんですよと答えることにしましょう。必死になんてならなくていい。人生のテーマは必死になることにあるのではない。いかに喜ばれて そこに生きているかということにあるのですから。